いやー嬉しいよ、おぎはぎはぎです。これは嬉しいよ、おぎはぎおぎです。やっぱそうだな、おぎも本当にそういう風に思ってたんだな、まあ、俺と一緒だな。そりゃそうだよ、大本舞香はね、あれマイフェスのやつと何言ってくれてる、大本舞香そっちの方ね。いやいや俺は本当に感動したよ。そっか、いい2人だよこの写真。そっちか、俺はラブレターズか、うん、パンサー向井どっちかだと思ってたんだけどね向井、パンサー向井か、そのパンサー向井もね、あれなのよ、すごいのよ今。いや待って待って、それよりもさ、うん、山本舞香の話はもうスルー。山本舞香はこれらの中でもスルー。山本舞香もずっと俺見てきたよ、コントとかもさ、東京ゼロさんとさ一緒にやってきてさ、うん、やってね、なんか楽屋になんか挨拶行ったりいたりしたよね、うん、そうだよ、すっごい態度悪いんだよ、態度悪くてさ東京ゼロさんもすげえなんか怖い怖い言ってたもん、うん、そう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 、コント中切れ出したりとかね、なんかいろいろあったらしいけども。いや分かる、俺なんかもう昔本当まだ出てきた頃から、うん、一緒になってさ、うん、当時山本舞香ってすごい空手やらされてたのよ、うん、はい、やっぱ空手をやってたってことで、はい、ちょっとなんか型を一個みたいな、はいはい、必ずテレビってそういうもんじゃん、やるね、芸人だったら必ず一発ギャグだ、ショートコント一個、はいはい、なんかね、うん、やるよ、挨拶代わりにやらされるでしょ、うん、山本舞香その時期があったんだよね、はい、その時期に俺仕事してしたことがあってさ、はいはい、その時にやっぱりまあ、スタッフから空手やっぱ最初に 出たら、うん、その肩を、まあ、飯代わりにさ、それはもうやるよ、肩一個やってくださいって言われてたのね、うん、そしたらすごい小さい声でさ、どの番組でもやらされるんだよいいね、本当毎回いいね、いいですね、いつもやらされるさ、いいいいよ、第二の沢尻エリカ来たぞと俺は、うん、その時思って、でもすごいさ、もう本当に素直なそういう子じゃない、もうヤンキーな方だ、うん、そうそうそう、いいんじゃん、だからやんなくてもいいんじゃんって、やんなくてもいいじゃんって、ね、やんなくてもいいんじゃんって言ったら、うんうん、いいっすよね私やんないっすいいね、いやかわいい、すごい、いや俺、ま、山本舞香とやっぱ仕事一緒になることもあんだけど、うん、テンション上がるもんね、あ、そう、こういう子やっぱ今いないじゃない、まあ面白いんだよ見てて、やっぱり普通はね、うん、そのもともとそういう子だとしても、うん、芸能界入ってくるとね、やっぱりこう、うん、いろいろ、まあ、マネージャーさんに言われたりだとか、そう、まあ、何かしらこの構成するよね、構成して丸くなってしまうじゃないの、この世界にいたらさ、そうそう悪くない、全然構成する必要ないですよ一切構成しない、構成しないんだよ、素直なままにね、でそのまんま結婚のこの写真でしょ、そう、写真がまたかっこいいじゃない、もう字で言ってる感じがするじゃない、もう俺がさ、このラジオでもよく言うけどさ、結婚発表の時にさ、うん、白い服を着た2人じゃ、大体ボギーが一番綺麗なやつね、そう、なこれから染めてください的な感じなんでしょ、多分純白の着て、関係ないじゃんこいつらは、もう染まってっからめちゃくちゃそうだね、うん、めちゃくちゃいい写真、黒と白と G ジャン、G パンね、いやこれかっこいいよ、すごいな、毎回いいね、いい2人だよ、いやいい2人、これは久々にちょっとねテンション上がりました、俺もあれをなんかね、これ見てね、うん、思い出したの、うん、タランティーノのね、タランティーノまたすごいとこ出てきたね、はい、はい、不良カップルがはい、ロードムービー、はいはい、なんだっけあれ、ブレ、ハート、違うよ、ね、最後のタランティーノの最初の方のやつよ、最初の方でしょ、トラボルタ出てる、トラボルタ出てたよな、あれだよ、踊るやつ、踊るやつよ、え、それはあれじゃん、なんだ、それはあれだよ、違う、だからそれはトラボルタのはトラボルタだよ、もうあれだよ、でも一番最初トラボルタだよね、多分あれタランティーノじゃなかったっけ、タランティーノ、俺の好きな女優さんが出てんだよ、あ、ボア、なんとかボア、え、ボア、あれ違う、あれじゃない、違うよ、違うよ、それ俺言ってんの違うよ、で、今のタランティーノじゃ、トラボルタ、ジョン・トラボルタのは、はい、あれはあれで、表紙が女性のね、顔の中からあれで、ね、パッと出てきて、トラボルタで、ね、長い時間踊るやつ、ね、長い、え、長い時間踊るやつ、そうよ、すげえかっこいいやつね、二人でね、あのいい踊りなんだよね、いいんだよ、トラボルタ、あれなんだっけ、トラボルタのトラボルタがいいんですよ、あの名作、トラボルタいいんだよ、あのダンス、ね、もうあの時からもうカツラかぶってたするからな、トラボルタはもうあの時からもう早いな、やばく早かったらしいからね、なんだっけな、あれはだからトラボルタのは、うん、は
多分、ね、トラボルタのこと言ってんじゃないんだよね、萩谷さん。それじゃないの。じゃなくて、トラボルタは一回片付けないから、これはもう片付けないから、ね、気持ち悪い、気持ち悪いから。ジョン・トラボルタの、タランティーノなんてあんなにハマった映画なんだけど、なんだっけ、ハマったよな、当時。当時さ、すごい映画ができたなみたいなね、いい流れと思った。しかも何作も外さなかったよ。そう、はい、そうなのよ。ねえ、はい、ねえ、あれ、あ、はい、まずトラボルタから片付けまずそう片付けるまずは片付けなきゃいけないから、はい、あれはもう一番もしかしたら、有名、うん、みんなが聞いたことがある映画だと思 う、レザーバードックスよりも、そうよ、ね、だって最初に出てきて一番人気出たんじゃん、メジャー感があるよね、そうそうそう、あれね、そうよ、でん、曲から、ね、音楽からいけるね、うん、あ、音楽からいけない。でも今ダメなの、小木がレザーバード、うん、レザーバードックスって言っちゃったから、うん、レザーバードックスのあのラストシーンって何だったっけ、てん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 レザーバードックスよ、てん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 のね、これレザーバードックスの、あのレザーバードックスのラストシーン、俺の好きだしやんだよ、てん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 、それでしょ、それでんでくでんでくでんでくでん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 ハーベイ・カイテルがさ、NSX で出てくるんだよ、うん、ハーベイ・カイテルが下絵よな、持ってくるの、そう、かっこよかった、いや、やべ、最初の一文字ちょうだい、パです、パルフィクション、それはもう最初にパ出したらもうそれしかないじゃん、すごい、パルフィクションだよ、名作、それじゃなくて、うん、俺の好きな当時で、ね、大好きだった女優さんがいるわけ、はい、それともう山本舞香がその被るの、え、すげえ、その役柄よ、あ、あの人の名前も忘れちゃったな男も、まあ、有名な人よ、男も有名な人、わかるわかるね、ブレイブ、あれブレイブハート、違う、ブレイブハートはあれでしょ、ロードムービー、それ何、昔古い車乗ってロードムービー、そう、二人でさ、不良のカップルがさ、ニコラス・ケイジ、違う、それはじゃあリービン、ラスベガスそうそう、なんとかラスベガスねえ、ねえ、そう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 、ね、なんだっけ、なんとか、なんだっけ、リービング、リービングじゃない、リービング、リービングじゃないよリービングよ、あら、出発するって意味の、うん、でもなんか違うな、名前は、うん、ね、ロードムービーだよ、うん、あれね、なんだっけな、あ、タランティーノじゃねえんじゃねえの、下手したら、あれタランティーノじゃねえのかな、いや、タランティーノだよあれ、ハート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 、ワイルド、ハート、ワイルドアットハート、ね、ワイルドアットハート、それはニコラス・ケイジじゃない、いや、そうそう、それそれだ、違う、俺もちょっとダメだよ、調べて、何、何調べてるの、それもう分かる、答え分かるでしょ、分かんないですよ、ほら、だから分かんないから俺が調べるしかないのよ、いや、タランティーノの作品を最初から言ってってください。タランティーノじゃないんだ、多分。タランティーノの作品最初から言ってって。レザーバードックス。うん、はい。で、パルフィクションでしょ？脚本だけですけど、うん、トゥルーロマンス。トゥルーロマンス、それの女優さん誰ですか、誰だ、トゥルーロマンス。どうやったっけな、どうやったっけ、トゥルーロマンス。トゥルーロマンスは脚本だけか。うん。違うんだ。じゃあ違うんだ。いや、トゥルーロマンスだよ。どうやったっけ、あと有名なのはナチュラルモンキーだよ。ナチュラルボンキラーズね、あれでしょ、のツルッパゲのね、うん、うん、うん、ちょっと待ってね、トゥルーロマンスをちょっと、うん、俺がちょっとさ、調べれば、うん、その女優さんの名前出てくるでしょ、うん、あれですよね、デニス・ホッパー出てるやつですね、デニス・ホッパー出てるやつ、うん、あ、脚本なんだね、ほんとにね、デニス・ホッパー出てるやつ、デニス・ホッパーですよね、そうだね、うん、そう、親子共演してない、トゥルーロ、あ、この人クリスチャン・スレーターだ、男はね、クリスチャン・スレーターね、あれでも違うな、はいはいはい、違う、パトリシア・アークエット、その名前じゃなかったな、はい、名前見たらだと思い出すやん、はい、あれデニス・ホッパー、ブラッド・ピットでしょ、そう、ブラッド・ピットが、うん、トゥルーロマンスって超役なの、うん、途中でマリファナ吸ってる、うん、
まあ、よくモーテルみたいなんじゃん、アメリカの不良、まあアメリカの不良だな、ない家に行ったら、うん、家で決まってるやつがいるの、友達みたいな、それがブラッド・ピットなんだよ。確かな、それ覚えてる気がする。503履いてんだよな、多分リーバイスの、うん、あ、そうどうかね、多分そんなようなイメージある。はい、あ、503だっていう、俺はなんか当時を思った気がするな。パトリシア、それは、それユマサーマンでしょ。じゃないんだ、ユマサーマンはだからね、パルフィクションだね、はい、あれは前髪パッツンだからね。あれとはまた違う。パトリシア・アーケットだったかもしれない。今ちょっと顔がさ、パトリシア・アークエットの画像が出てきたら、今、うん、昔の今の顔すぎて分かんなくて、あ、この人この人、合ってる、トゥルーロマンスで合ってる、トゥルーロマンス合ってるのね。結局何だったの、何ですか、トゥルーロマンスのカップルを彷彿させるの、このカップルは、このカップルが、あ、いいカップルだね、ということで最高なカップルだから、タランティーノに報告したい、いいとこだ、この2人使えと、日本にね、そのあなたのね脚本書いたトゥルーロマンスのカップルが誕生しましたよと、うん、いい2人がいると、いい2人が、これはいい2人だ、本当いいよね、素晴らしいね、時間かかったな、うん、うん、なかなか出ないと思ったけど、ですごいな、ね、俺らは、そうでしょ、なんだよな、たどり着いた、そうじゃなくて、はい、じゃなくて何、向井よ、パンサー向井、向井は何かあったの、パンサー向井がさ、なんなの、ちょっとさ目覚めてきたのよ、俺それに今喜びを感じてんの、確かにね、お、例えば何、ね、どういうこと、だからちょうどさ、うん、去年の今頃かな、疲れ果てて、そんなことあったやん、もう折れそうだったパンサー向井をみんなで癒してあげたでしょ、確かに疲れきてた、ね、うん、向井を癒した、あの時だよね、うん、あれが効いたのよ結局、うん、どうしたの、あの成果がこの1年どんどん出て、うん、俺らがやったおかげで、そう、うん、まずね、去年の放送直後のキングオブコントで、はい、サルゴリラの優勝にまず号泣、おしてた、ね、そして極悪女王を見て号泣、うん、で最近でアメトークでザキヤマに褒められて号泣、うん、これも泣いてばかりだと、うん、あのパンサー向井 のフラットで告白してるわけ、うん、あってた、うん、ってことは俺たちが癒してあげた結果、うん、彼はですね、感情がものすごい豊かになったの、確かに全てさらけ出していいんだよってことでね、うん、ここ呼んでさ、そういうふうに言ってあげたんだから、だから感情がこのもう出てきたんだね、僕ままにね、うん、泣けるようになったっていう、そうか、今まで殻にね、ちゃんとこう殻に 入ってたでしょ、そうだ、うん、破ってもうなんか、なんて言うんだろう、自分っていうものを、うん、感情を全て出していい人間だってことに気づいたのよ、あれから。なるほどね、だからこんな泣くようになったんだよね、そうだ、ついにそのいろいろ悩んだりしてたけど、ね、うん、自分のね進むべき道に気づいたんですよ、うん、はい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 、はい、なるほど、その向井が進むべき道というのは、ね、どこなんですか、はい、これはね、うん、第二の徳光和夫なんです、うん、そこだったの、あいつそこに気づきました、なるほど、ね、彼はでも確かに近いところあるな、うんうん、ですから、うん、ちょっと我々考えました、はい、パンサー向井をですね、うんうん、徳光和夫にしてあげよう、あ、これ本人喜ぶぞ、これはもう、うん、そうね、今年もう来年かな、うんうん、もう来年ぐらいからは、うん、やっぱパンサー向井とか言われてるけど、うん、はい、やっぱもう徳さんのように、うん、向かさんって呼ばれるよ、もうね、なんかパンサー向井って結局パンサー向井とか言っちゃうじゃん、言っちゃう、まあ言ったって向井とか、向かさんってやっぱみんなに言わすような、うんうんうん、そうだね、存在にねちょっとねしてあげたいと思う、うんうん、なのでね、はい、またちょっと我々おぎやはぎが来週、うん、徹底的に、うん、お付き合い、お手伝い、またね、手伝わせてもらえるの、これはしていこうと思います、嬉しい、はい、ね、ムカさんのね、お手伝いできるなんてもう本当にいいでしょ、こういう風にしてあげたいと思うので、本当にお楽しみに、楽しみに、はい、うん、さあということで、うんうん、ディック・デイルのミザルでした、うんうん、全然知らないの曲はね、ちょっとね、うん、そういう人だったのね、で、何なの、ムカさんは、え、ムカさん、ああ来てるよ、下出たいわけよ、うん、ラジオネームラベンダーはトイレの匂い、うん、ラベンダーどういうの、ラベンダーって言っちゃったから、あ、ラベンダー、ラベンダーって言っちゃったから、ラベンダーだよね、ラベンダー、ラベンダー、ラベンダー、俺今ラベンダーって言っちゃったの、でもラベンダー、
えってんじゃないですか。ラベンダー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 でいいの？ラベンダーじゃないよね。ラベンダー。うん、ラベンダー。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 うん、ラベンダー。へぇはい、お願い。何言えって入って。来週をお楽しみにって言ってたけど、うん、パンサー向井が来るのか来ないのか、なんかぬるっと喋ってたからどっちなんだろう、わかんねえよ、わかんねえよって。いや、ぬるっとって言ったって、向井さんにね、ちゃんとしてあげるって話しなかった。向井さんね、来週来ます。うんうん、決まったのね、これは。いや、わかんない、それは。いや、決まった。決まった、はい、決まったまこれは、ムカさん。ムカさん来るよ。ムカさん来たいでしょ、それは。って前回ここ来て、ここが変わってったんだからさ。うん、またなんか、来て泣きたい、泣きたいんだよ。ムカさんなぁ。ムカさん簡単に泣く方法。なんか、ムカさん泣かしてな、話で。泣かしてあげたい。ね。ムカさん泣かせるなんか手紙とか、手紙でメールね。あ、いいですね。なんか、いいよね。いいね。うんやっぱでも我慢しなくていいっていいよな。俺もすごいやっぱさ、もうみんな年取った人わかると思うけどさ、ね、涙がもろくなっちゃって。もろくなんのよ。俺なんか家ついて行っていいですけど、どんだけほら我慢してるかっていう話をしたじゃん。辛いよ。もう、本当は泣いていいんだと思うんだよ。だけどやっぱ、俺はまだまだ向井さんになるの早いと思ってるからさ。早いよか。よかったよ、やっぱ向井さんがさ、出てきて。そうですね。ああいうの見るとちょっと、ほっとするよね。うん、自分もこう、なりたいわけだしさ、うんね、本人も辛かったの分かるじゃない。やっぱ人前で泣くっていうのがさ、うん、どんだけなんかこの最初抵抗があったかみたいなさ、抵抗あるよ。だからそのやはりも一回そのヤハさんになれるように一回泣いちゃった方がいいと思うんだよ な、ね、思いっきり、ね、思いっきりでしょ。思いっきり泣いたら多分すごい気持ちいいと思うよ、テレビの前で。あれがきついんだよ。進行しなきゃいけないじゃん。例えば家ついて行っていいですかだと、はい、終わった後に VTR 見て、そこにゲストの人にどうでしたかとかって聞かなきゃいけないんだけど、はい、俺さ、うん、本当に泣いちゃってこらえてる時って、うんはい、一言発した瞬間にもう涙が出てきちゃうの。わかるわかる。だから喋りたくないの。うんまあ、でもそこを泣きながらなんか進行してるとこなんてもうすげえ。そう。それやっぱ無理じゃん。いや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 、それがヤハさんじゃん、だって。いやいや、俺ヤハさんになりたくないのよ。いや、それヤハさんだよ。嫌なのよ。いや、それやったらまた一皮むけるよ。いやー、きつい。それが見たくなんだから、みんな。もう、これから。その姿を、ね。本当に、だってさ、この前の、じゃあ、うん、ラブレターズの、キングオブコント。うん、はいはい、もう優勝して、ね。あれなんかさ、もうさ、ノーサーから、ノーサーって言ってもわかんない。ノーサー言わないで。まずさ、名前言わないで、ノーサーの名前は。言っちゃいけないんだから。あ、そっか。言っちゃいけないんだよ、あれは。まず知り合いからさ、うんうん、LINE が俺、うん、見なかったの。知り合いね。知り合いで。見なかったの。知り合いから。知り合いでしょ、ノッサー関係ないでしょ。そう、関係ないの。ね、うん、はい。ね、はい、俺は、その日、ちょっと見れなかったから、うんうん、帰ってから TVer で見ようと思って。はいはいはい。ね、うん、で、ちゃんと準備してたの。うん、そしたらさ、その知り合いから LINE でさ、うんうん、ラブレターズでしたねって入っちゃった。入っちゃったわけ。あの知り合いすぐ言っちゃうもうと思って、はいはいはい、入っちゃったよと思って、うん、まあ一応 TVer でさ、こう見てさ、うんはいはいうん、それでラブレターズ優勝して、うん、でも知ってる状態で見てんだよ。うんうん、で、やっぱラブレターズが、優勝ってなった時に、うん、このあの二人、うん、喜んでるの見て、こう本当にやっぱもう涙が出ちゃうんだよね。なるほど。そう。ヤハさん、なってたもんね。ヤハさん、家ではさ、家ではね。俺、ホームヤハさんじゃん。ホームヤハさん。ホームヤハさんね。でもそれ見たいんだよな。いいじゃんね。世間もね。いいじゃない、うん、いいじゃん。いや、きつい。いや、無理よ。本当に食いしばってんだよ、俺。いや、わかるよ。感動しないだって、ラブレターズって。いや、感動する。なんか。こんな、今回のメンバーでも一番ね、俺らとは関わりもね、深いし。確かに深い。そうなのよね。長年一緒にやってきたところもあるからさ。ねえ。でもそこはやっぱ、なるよね。でしょ、うん、感動するよ。一番、その、トップバッターがさ、うん、ロングコートダディだったじゃん。はいはい。うんで、ロングコートダディのネタがすごい面白くて。うん、そう。で、あ、出たと。うん。あ、これ以上面白いやついないだろうと。はいはい。もう、これ順番が一番だったけど、はいはい、もう一番目に出ちゃったパターンだなと思って。そう、高得点だったし、ね、そうそう。みんなブワーっとね。その時に、うん、え？ラブレターズこれに勝ったの？と思ったわけ。うん、なるほど。まず、うんはい。そうだね。もう知ってたわけだからね。そう。知ってた上で、まずね。
信じらんないと思って、うん、だからねえ、まあ見てったらさ、うん、なんかさ、うん、ちょっとすごくなかった今回。いやすごいんだよ。ただ俺はラブレターズのネタまだ見てないからね俺は。あ、もう最初の4組で。だびっくりするぞ。最初の4組でやめちゃったのも。お、最近ね、まあ、朝早くてね、俺もうロングコートだけ優勝するなと思わなかった、うん、俺はもっと最初はもうだから高得点も出て、もうそんな感じで雰囲気が、うん、だも、もうあれより面白いなって。まあ大体賞レースなんてさ、うん、俺は昔から言ってんだけどさ、うん、まあ10組選ばれるのすごいけど、うん、そもそもね、うん、でもその10組っつったってさ、うん、今、まあ、よく M1 が今回1000万人、うん、1000万組、1000万人、1000万じゃない、そんな1万組、1万組、1万組ぐらいね、はい、そう、1万組の中の頂点とか言うけどさ、うん、まあ、9980組ぐらいは、まあ言ったら、そんなに面白くないじゃん。言ったら、どんなに出演者っていうか、応募人数が多くても、うんうん、結局、3、40組の勝負だからね。勝負だもんね、大体。うん、それしかいないんだから。それ以外はそうでもないもんね。それ以外は関係ないから。で、言ったって、その中の10組って言ったって、その10組の中で、うん、面白いなんて、やっぱりね、2組ぐらいなんだよ。まあ言ったらそうだ。ね。特にテレビとはね、うんうん、難しいからね、また舞台と違ってさ。そうでしょ。だからもうあんなに面白いのが出てきちゃったら、1組目にロングコートダディなんかも超面白かったから。面白かった。いや、それは名だたる人が出てるけど、うん、いや、これはちょっときついんじゃないかと思ったよ、はい、俺だって。うん。たら、ほとんど面白かったな、今回。うん、いや、すごかったよね、すごかったよ。大したもんだよ。大したもんだね。2組どころじゃなかったよ、今回。うん、もうほぼ面白かった、うん、毎年二組だもんね、本当に面白い。 そんなイメージだよね。あ、うん、あこれ面白いなっていうのね、まあ、どっちかの勝負だなみたいなね、うん、そうそう、ダントツ感もあったしね、僕ね、二組ぐらい。その中でだぞ、うん、ラブレターズが、はいはい、優勝なんかするやつじゃないじゃん。まあね、本当はね、うん、まあ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 、よかったよ、うん、ね、まあよかったよ。そう、いい お芝居というか、いいものを見させてもらえるようなコントだからね、うん、その笑いの量とかじゃないからね、うん、そうだよ、なかなかよかったよじゃん、うんうん、それがさ、こんな強豪の中、ね、優勝したよ、うん、すごいよね。いや素晴らしいよねえ、すごいよね、うん、ねえ、いいよね、本当今泣いていいよ、ん、今泣いていいよ。いや今全然違うね今全然違う、今もう全然泣きたい気分じゃない。いや、全然違う。でもね、本当に良かった。泣いていいよ。全然いいんだよ。全然今泣きたい気分じゃないの。TBS ラジオジャンク。この時間は小学館、伊藤園ホテルズ、日本郵船グループ、競輪公式投票 CTC、他各社の提供でお送りします。ここは美しい川が流れる山あいの小さな温泉町。かつて親に捨てられた青年。カズキ、それでも人を信じたい彼が見つける居場所とは。歌川百景コミックス発売中、小学館。この街へ来て初めて深呼吸ができた気がする。お客様の中に温泉好きな方いらっしゃいませんか？え？はい。お伝えしたいメロディーがございます。有名温泉地に49カ所、お得に通える温泉宿ならいい湯加減日本郵船の船が大海原を進む。ファンネルには白地に2本の赤いライン。日本郵船は1885年の創業以来、人々の豊かな暮らしを支えてきました。 Bringing Value to Life 日本郵船グループ。 J.O.K.R. TBS ラジオ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。何を歌うの？空を飛ばす。はい、はい、幼い微熱を下げられないまま、神様の影を恐れて、はい、
色褪せながら、色褪せながら、輝くそれを求めて、君と出会う。なんだよこれ。なんだよこれ。気持ちよくもない。君の悪い愛の手。本当に簡単ですよね。デビーです。皆さん、競輪公式投票 CTC ってご存知？やっぱり公式っていうだけあって、あれもこれもできちゃう。気になるでしょ？気になる方は公式も本気で検索。車検は20歳になってから、競輪は適度に楽しみましょう。TBS ラジオ公演桂文枝新春特選落語会2025、1月11日12日の2日間、有楽町朝日ホールで開催します。演目は宿題、妻の旅行ほか、近年の創作落語もお楽しみに。チケットは各プレイガイドで好評販売中。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337、または TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。上方落語の顔、桂文枝がお届けする新春恒例の特選落語会をお見逃しなく。いや、今すごい泣ける話をね、うん、考えてたんだけどさ、うん、多分今日のね、うん、有吉くんと粗品の番組、うん、で俺見たんだけど、うん、あいつ、うん、ちゃん可愛いの相方、うん、ちゃん可愛い、惚れてまうやろうの江藤窓口の話がやばいのよ。おう、そう、借金取りの話。おう、それ多分今日オンエアしてると思うんだよな。今日オンエア。別に一回オンエアしてなくても。よくある。オンエアしてたんじゃないの？今日じゃなかったっけな、木曜日？今日木曜日でオンエアするね、確かね、それね。そう。うん、なんせさ、うん、ね。何？まあ、貧乏な、だったんだ。貧乏な家だったの。はいはいはい。うん、で、同じような話がね、うん、あれにもあるんだけど、スガちゃんナンバーワン。スガちゃんナンバーワンの家もやばいじゃん。まあやばいよね、お父さんが。お父さんが、まあ、うん、とんでもないでしょ。とんでもないよね。確か、うん、ギャンブラーだっけ？なんか、いろんなあったのね、借金。ね、うん。うん。それで、やっぱり家がこう、貧しくてさ、うん、で、まあ、ある日、借金取りが来るようになるんだって。うん。で、さ、うん、家にいて、まあ、イルスとかしてるわけで、うん、はいはい、まあ、基本的にはね、うん。ほんでさ、あまりにも来るから、うん、お母さんいるか、つって、うん。いないって言っても、本当にしょっちゅうしょっちゅう来るから、うん、その、江藤窓口が、うん、当時、その、なんか配達、新聞配達だか牛乳配達だか忘れたけども、そういうバイトをし、うん、そうやってたのね。そう、あの、学生の頃からできる、はいはい。バイトをしてたの、うん、はいはい。で、あまりにも借金取りが来ちゃうからっつって、うんうん、その少年のね、うん、その江藤窓口が100円を、うん、この、うん、あげるの、借金取りであげるの、いつも来て申し訳ないけど、うん、何もなくて僕これあるからっつって100円こと渡すの、したらいい、ね、その借金取りがもらってみたいな感じで、うん、まあいいやこれでとかっつって、うん、帰ってくんだって、うん、それ でまた来る、うん、でいないでしょ、うん、だからまた100円、うん、いつもこう、うん、申し訳ないからつってあげてたんだって、まあ、うん、まあつってそれとその人持って帰っていくんだって、うんうん、また今度またピンポンできて、ある日ね、うん、そのまた来たと思って100円用意して100円あげようと思ったら、いいよ今日もいらねえよとかって、うん、で後ろからはいっつって、その日はクリスマスイブだったの。おお、なるほど、うん、ケーキ買ってきてん。なるほど。とにかくじゃないんだね。もうケーキを。だからその多分100円を貯めておいたのかなんかわかんないけど、うん、それで、お前ケーキ買ってきただろうとかつって、うわ、俺もそれをさ、それも V よ、うん。
本当に泣きそうでさ、うん、なるほどいい話、うん、いい話すぎて、うん、なるほどね、あやばいだろこれ、やばい、泣けるだろこれ、泣ける、でもヤギもいいんだよ別に泣いてこれは説明しながらちょっと泣きそうになるね、いい、わかる、だいいよいいよ、全然泣いていいよ、いい話だろう、いい話やん、いやだから話やん、それ来週だめよ来週マジで来週ムカさんを泣かすために今やって、まあまあ、俺は今ねヤハさんにしようとしてもしょうがないのよ、先にヤハさんいた方がムカさんもだってやりやすいと思うよヤハさん対ムカさんやるわけじゃないのよいい話だろう、いい話だね、本当にいい話ねえ、参っちゃうよな、そういうずるいよな、最初にそういう悪い人のねね、うん、まあ、悪い人がそれだといいよね、そのギャップで、ね、それはすごいな、そうなんです、いい話だな、そんな感じで、ムカさん来るのね、はい、まあ来週はね、ムカさん、あのムカさんになるべくパンさん、ムカ来ます、もうね、この、全然関係ない話だけどさ、うん、もう関係なくもないんだけど、俺はあの子、あの子なんだっけな、もう忘れちゃったの、もう忘れちゃったの、こう思い出すまでに時間かかるじゃん、こもうほらあの子よ、こいで、オフザピッチの子、あうがきちゃん、うがきちゃんね、うがきちゃん、うがきちゃん、あうがきちゃん、うがきちゃん前俺話したじゃんここで、うん、はじめましてみたいな感じ、はじめましてって言われたけど、いやラジオ来てるでしょ、来てたでしょと、で、いろいろ、で、ラジオでも結構やっぱ、うん、絡んでんだよね、いろいろ、はい、後で調べてみたら、はい、うがきちゃんとね。へぇ。で、まあ姉にも批評にもやってくれたしさ、まあ何回か会ってるよ。やったでしょ、うんうん、で、うがきちゃんが、コガーピーと、うん、ね。仲いいの、同じ仕事、多分同じ番組やってたんだよね。やってんのかな、今も。歌丸さんやってたんでしょ、やってた。今もやってんの、今もちょっと今もやってんだよね、うんうん、多分、うん、でラジオの話になって、うん、いやそろそろ出てよじゃあ、うん、でこっちもなんか社交、まあ社交辞令って言うわけでもないけど、まあ一応ね、ちょっとじゃあ、うん、はいはいはい、学者も出てよ、出てよ、いいよね、で、うんうん、さあ小川 P から、うん、ちょうどこの間誘われたんですよって、うん、メガネビーキー出てくれませんか、うん、って、おーおーおーおお、で、うがきちゃん誘われたっつって、小川 P、一緒なんですよね、みたいなって、その、こっちもやってると。うん、して、で、なんつったのっつったら、うん、断りました。うがきちゃん断ったのって話になって、なんで断んのっつったら、あそこ行ったらおもちゃされるか嫌だ。あれ、おもちゃにしてたっけと思って、すごい嫌なんだって、おもちゃされることが。あ、そうなんだ。さて、うがさんに、うがさんにされないのね。うがさんにさ、されたら、あの子は一気に変わると思うよ。うがき、そうだな、うがきちゃんこそうがさんになった方がいいね。うがさんいい、一気に違うと思う。今までちょっとね、真逆だよね。イメージと変わるじゃない。うん、気が強いさ、ああいう女の子が、ね。あ、ムカさんの後、ウガさんにする、ウガさんさしてあげようよ。うん、ねえ。あの子泣いたら一気に人気出るよ、まだ。ウガさんは、意外と、うん、ね、涙もろいと思うんだよ。張ってるね。そう、あれね。あの子は張ってる、気を。気を張ってんだよな。そう。舐められないようにね、頑張ってんだよ、そう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 、あの子って。だから、うん、もう、本当に、そうね。本当はやばいと思う。泣くと思う。ね、誰も見てないところですごい泣く子なの。全部わかってる俺。うがさんのこと。あの子は泣くよ。泣くか。一個ね。そう。一個何かを外してあげればね。一個ポンと。うん、そっか。ブラのホックをポンとこう外してあげたら。ブラのホック。そしたら、さーっと。パーンと泣く。泣いてくれとかな。だと思うよ。確かに気を張ってるのはわかる。そうでしょ。常に張ってるもん。締め付けてるでしょ。締め付けてる、すごい、ね、うん。うん。いつもよりきつくなってるから。解き放ったりとか、ね。解き放ったらもう。あれもいつかそうだね。うがさんさせてあげたいね。うがさんはいいね。あの子はいいよ。俺たち分かってっかんね。うん、そう。うがさんが本当は涙もろくて、すごくこう、優しい子。優しい子なんだよね。そう。それで分かってんのよ。俺分かってる。今も優しいんですよ。そうだから、優しい、すごい優しいじゃない。なのに気を張ってるから。そう。か。あの子は。張っちゃうから、ついつい変なこと言っちゃうんだよね。なんか張ってる分ね。別に言ってない。ちょっとやっぱ気の強い部分を出しちゃうんだよね。出しちゃうの。で、見せたくないの。見せることが一番美学。宇賀さんの美学と、うん、美学は、やっぱり、うん、なんて言うんだろうな。女を売るというか。はいはいはい。あるじゃない？最近の言葉、世の中では、すごく嫌な言葉だよ。女を売るなんて。うん、女
女でさ仕事を取るみたいな、はいはい、そんな時代じゃないけど、はい、あの子はねそれ一番嫌いなの。だからヘラヘラしたりとか、うん、愛想よくすることが媚びてるっていう風に勘違いしちゃってる。そう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 。ね。そうなのよ。だからほら、なんかいろいろ伝説あんじゃん。加藤さんと一緒に番組やっててさ、うんうん、加藤さんに台本ばっか見てんじゃねえよって時にさ、うんうん、その場でなんかスタッフに台本投げつけたもんね。投げつけたんだっけ、うん、そういうのとか、プロデューサーにコーヒーなんか投げたとかさ。そんなことしてないです。プロデューサーにコーヒーはなかなかぶっかけたとか、ないと思うけど、二人っきりの時にね、なんかあったの、なんかそういう噂でしょ。噂、まあまあコーヒーをね捨てたのかな、うん、プロデューサーが持ってきたコーヒーを目の前で、垂らしてバーって映画みたいに、すごいね、もうムカついてっから、それ、そういうのもあるから気が張ってんのよ、とにかく張ってんね、張ってああいう状況になっちゃってっから、そっか。そうそう、それをちゃんとね。じゃあちょっと、ゆかさんに解放してあげようか。解放させてあげたいよ。解放してあげようか。何で泣くんだろうね。ああいうの何だろうね。ゆかさんってね。ゆかさん何で泣くんだろう、ああいうの女性って。女性って何だろうね。女性の泣くポイントと男性の泣くポイントってちょっと違うもんね。なんかあんのよ。映画とか一緒に、例えば見てても、感動ポイントって意外と違うんだよね。違うよ、違う違う。やっぱりね、あんまいいと思わないらしいんだよ。うん、男がいいと思うとこって。ちょうど違うんだよね、そこね。うん、男は弱いとこってあるじゃん。うん、あるある。で、宇賀さんもすごい弱い子だからな、あの子は。何か本当に、ちょっとでも、なんかのきっかけで。でも、あれだろ、断られてんだよな。来ないんだよな。そうです。で、おもちゃ、だから今言ってるように、おもちゃされるんじゃないのよ。で今おもちゃにしようとしちゃってたから、あそっか、すごい嫌なの、あの子、おもちゃが、おもちゃがね、おもちゃ嫌なのって。でもそれはなんか騙してさ連れてきちゃうんだよね。そんなことない、おもちゃにしないっつって、そうそう言っとくよ、俺おもちゃにしないから、それはね、大丈夫だよっつって、そうそう、ホギアギはね、おもちゃにねしないって言ったらしない人たちなんだよって、ここはねちょっと嘘つ、そう言っといて、嘘ついてもらって、ダメですよ、呼んじゃえばこっちのもんだからさ、もうダメです、そっかそっか。まあ来週はムカさんですからね。来週はムカさん。ムカさんだよね。来週はムカさんをお楽しみにね。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。TBS ラジオ夜の推薦曲、エイルで革命前夜。笑いも尽きて、この街にも飽きて、思い通りにいかないな、きらめく星と人生、勝ち負けるようなウェイを飛び出すことはきっと負けたんじゃないよって、一歩踏み出して、君と出会って名前がついて、この肩は Heart to Heart、 最終電車乗ってゆらゆらと、街灯が滲んでゆらゆらと、 Lazy Lazy Lazy、 心赤く Amazing、 I love you、 ちゃんと嘘じゃない、初めて自分に言えた、 Lazy Lazy Lazy、 今日の私に会いたい、綺麗な電波で豊かな暮らし。今月は受信環境クリーン月間です。関東受信環境クリーン協議会からのお知らせでした。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。ラジオネーム水曜日の花ぼら、小木さん、八木さん、小本さん、お疲れ様です、はい、いつも通勤時にラジコで聞かせていただいております、うん、先週の放送を車内で聞いていても立ってもいられなくなる、うん、なり初めてメールさせていただきます、うん、
先週10月10日の放送の中でいろんな方々の入籍の知らせを聞いて、うん、少し苦々しいコメントを言いながらも、はい、皆さんにチームオクトーバー T シャツを新呈されている小木さんのお言葉を聞いて、うん、初めは声を出して笑っていました、うん、けれどもそのやりとりがずっと続いていくのを聞いているうちに、うん、小木さんの温かく優しい人となりが伺えて、うん、知らない間に涙が流れていました顔は笑っているんですが涙が止まらない状態を誰かに見られなくて本当に良かったです。これからもずっと小木さんについていきたいと思います。来年の10月10日の放送も楽しみにしております。追伸、私事なので恐縮ですが本日10月17日が55回目の誕生日です。ダイエットに成功したので、うん、サイズは M でも大丈夫です。関係ねえ。もしお送りいただけたら、うん、来週横浜アリーナで開催される、うん、ナイナイ歌謡祭に行きたいと思います。裏だし裏、ね、裏だよ。裏に来てっちゃうんだって、うんうん、ダメよ。あれは10月10日の、うん、ちゃんと毎年あれを送るわけじゃない。だから今回 TS を送るのは、うん、先週いただいた人たちだけです。で、今年のその結婚した人だけ。だから10日の。そうかね。関係ないよ、チームオクトーバー。誕生日だよ。誕生日関係ない。55回目の。チームオクトーバーは違う。結婚だから。入籍日が10月10日じゃないとダメなんです。どうで最初に褒めてたんだね、俺のことを。そうだね。それじゃあ俺は引っかかりません。うん、とりあえず前回のやつは全部お送りいたします。もう8文字いたしました。全員あ、なるほど。全員。証拠写真送ってくれた方ね。そう。ああ去年のね、あ、今年のちゃんと10月とかに入籍した人にはちゃんと。ちょっとシンプルなデザインになっちゃったけども、うん、まあ皆さん来てください、それは。わかりました。うん、じゃあ、小木さんが発想。うん、発想はまだしてませんね。発想はしません。しませんじゃないか。まだしてください。まだしてくださいね。発注ね。発注中ね。うん。うん。じゃあ、それは後で送るんだよね。うん。全部ね。うん、お楽しみにだね。そうね、お楽しみだよ。じゃあね。うん。ここになんか小木さんのこれもあるけど、これまだいいの？これどうすんの？これ来たさ、そうこう審査来たんだよ。で、これもまた、夏休みに、沖縄行って、ね、それのお土産としてね、リスナーの人たちにちょっと、一組。発表しましたよね。発表したんだっけ、審査。もうできて、こちらの方に持ってきました。はい。お楽しみに。これもね、送りますんで。小木って書いてある。ね。そうなのよ、音小木でね。音小木みたいで。おとぎでねえじゃないの。おとぎで。あうあう。ね。かわいい。かわいいでしょ、なかなか。意外とかわいいね。うん。喜ぶよ、これ。そう、これを門玄関の男に置きゃいいんだよね、多分ね。シーサーね。シーサーを。これお送りしますんで。なあ。多分今週。方角とか、方角。シーサー、方角関係あるのかな。まあなんか、ね、まあね、前回のあれのあったからな。きっぽいって、俺もさ、うん、あれ、あの日アプリダウンロードしてさ、うん、で、あれさ、誠くんが言うからさ、うん、その前ダウンロードしたじゃん、マッコイさんね。うんはい、で、意味わかんなくてさ、うん、何これと思って。うん、なんかもうそのアプリさえ入れたら、俺はもう明日、うんもう行くべき場所わかるかと思ったら、うん、あれただのコンパスじゃん。コンパスなの？いや、わかんない。俺あれ。いや、ただのコンパスだよ、あんなの。だから、うん、結局は自分で、まず自分の星をさ、調べて。まず調べなきゃいけないと思う。そうだよ、うん。調べて、その、明日はどっちの方が、うん、俺のね、星は、うん。に、俺ね、なんだったっけな。忘れちゃったよ、もう。二国なんとかとかあんだよ。なんかあんだよね。ね人それでね、あって。あって。うん。で、それ調べたんだよ。で、それは多分登録というか入れるんじゃない？いや、入れられないよ。その、何にも入れられない。ただの、あんなのコンパスだよ。コンパスなの？だから、こっちの方に行ってる。今、だから今いる場所から、例えば TBS にいるでしょ？で、うん、TBS でバッて登録したら、そっから、例えば俺んちの方は、男性だとか、うん、いうのが分かるとか、うんうん、そういうだけのもの。なるほど。結局自分ですっごい調べなきゃいけないよ。ああ、なるほどね。どっち方面行くかってこと？まあネットであるんだよ、それサイトが。うん。まあ、毎日、その、うん、あなたの星は、明日は、こっちが、あと基地方位って書いてあるんだけどさ、うん。基地方位で合ってんの、本当に。基地方位、合ってんじゃない？基地方位って、俺が見た、なんか、うん説明 YouTube の人は、基地方位って言ってる。基地方位って言うんだ。言ってるけど、基地方位で合ってんの？
わかる。吉報だと思うけど。本当？そう。やってないのね、まだ。だってめんどくさいもん、すごい。ただ、うん、俺の、星、あの、うん、狼、え？動物占い？動物占い、また、うん。動物占いって何だったか覚えてる、自分が。もう忘れちゃったよ。忘れちゃったけど、多分狼だったと思うんだけど。コアラだったかな、これ。でも、あれはさ、なんか合ってたじゃん。まあまあ、合ってたというかね、みんなに頭のようなこと言って書いてあるけどね。今回のやつも、うん、俺の特徴性格とか、うん、は合ってた。合ってた。だから普通に、うん、合ってんじゃんと思った。あ、その、なんだっけなんとかってやつが俺のその星星の。忘れちゃったけど。うん。うん、それは 何で調べんの誕生日誕生日。だけ生年月日だけ。生年月日だけ。確か。だから生年月日だけだと思う。そうなんだ。だからもう同じ人いっぱいいると思う。なるいっぱいいるよね、それはね。うん、で、多分12、12個あんのかな ?12 種類しかない。何しろさ、そういうのさ、うん、もう、うん、だからあんなに入れたってしょうがなかったよ。だって、めんどくさいんだもん。だってあれ全部調べたら俺、あれだぞ。まあまあの占い師だぞ、あれ。ああ、全部やる。そのぐらいの労力が必要ってこと？だそうだよ。だって、あれちゃんと調べたら、知識は、うん、じゃあこれ普通に占い師の人の知識じゃんと思うやつだよ。いや、占い師やりゃいいじゃん、そしたら。ああ、なるほどね。占い師。あ、そうだ。俺が？そうだよ。いやいや。もうちょっと笑っちゃうけど、俺は。いや、やり占い師だったら面白いと思うよ。うん、いや、ほんと、俺が占い師になったら、もう、ほんとに、すごいがっかりするだろ？え？俺がっかり。がっかり？うん。がっかりしないよ。だって絶対嘘ばっかり言ってんだもん。俺はそれを知ってながら見てっから。そうか。そう。また嘘言ってんなーって。でもそれを信じさせようとすごい一生懸命やるじゃん、多分。あ、でもそれできるもんね、俺ね。できるでしょ、うん、うんうんうん。その面白さは俺はもあるから。俺は見てて。そうか。うん、見てたパフォーマーとしてな。パフォーマー、うん、あーそうそうそう。いやだ、まあ、知識がね、あればできるよね、うん。そうよ。でもこれ見て思ったら知識があればできる、占い師は。あの、まあ、見えるって言わなきゃ。まあ、そうね。うん。確かに。でも俺は推奨派だけどね。俺は推奨見る、覗き込むタイプだけどね。でもそっちの方がいいよ。俺は、ね。そっちの方がいい、絶対。そう。ちゃんと推奨の周りを、ね、ちゃんと手でこうやっていろいろやって、うん、あの、俺はやるタイプ。いろいろ会話をしながらでしょ。そう、先の方にこの水晶から何か見えてくるって俺はちゃんと言う。うん、それが水晶、確かに水晶って最近いなくなっちゃうもんね。いや、そうなんだ。昔水晶だったじゃん。絶対水晶だよ。ね、みんな水晶だったよね。なんかテントみたいな中でな。そうそうそう。うん、あれなくなっちゃったじゃん、あれ。だあっちの方がさ、信憑性あるじゃん。うん、今やってるのがみんなさ、データのやつでさ、そう。誰だって勉強したらできる。まあ、いわゆる学問だよね。うん、そうなのよ。うん、結局それ照らし合わせだけだから。そう。それに。あ、だったら、こ、うん、んなのさ、何の神秘的でもないじゃん。本当は見えるって言っちゃった方がぽいじゃん。水晶の方が絶対。俺見えるからね。見える。水晶にやった方がいいんだよ。うん。水晶。俺見えるって言っちゃう。言っちゃうタイプだから、俺。おぎやはぎのメガネミーキー。TBS ラジオ協力夢の三共演2024三枚看板大看板金看板上方落語の重鎮桂文鎮桂南光笑福亭鶴瓶による年末恒例夢の落語会東京公演は12月19日午後6時から LINE キューブ渋谷で開催現在チケット先行販売中詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧くださいアロハキャシー中島です TBS ラジオ公演ワールドキルトフェスティバル2024 in 横浜のお知らせです世界のキルトのお祭りが11月7日木曜日から9日土曜日の3日間パシフィコ横浜展示場 B ホールで開催されます海外の作品もたくさん集まりますよ私のキルトもぜひご覧くださいね他にも体験コーナーやステージイベント人気ショップでのお買い物も楽しめますワールドキルトフェスティバルは午前10時スタートです。入場料など詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。会場で皆様をお待ちしています。TBS ラジオジャンク。この時間は小学館、伊藤園ホテルズ、日本郵船グループ、競輪公式投票 CTC、他各社の提供でお送りしました。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネリーキー。多分もうすぐ雨も
あの日、あの時、あの場所で、あての糸を離した。でも、ダーリン、共に悩んだり、生涯を君に捧ぐ。愛はきっと、One more chance、次の場所を選べない、いつでも探してる藤森翔平です。土曜日朝7時からのまとめて土曜日、10月19日は東京大学准教授の斉藤浩平さんです。北村さん、はい、子供の頃土曜日の夜は何して過ごしてた？土曜日の夜はですね、7時からあのセーラームーンが始まるんで、それ見て、うん、スラムダンクを見た後、動物奇想天外見てました。パンサーの向井聡です。パンサー向井のフラットは朝からクスッと笑えるバラエティ番組、ワクワクする愉快なゲストが毎日登場、相談やクイズなどのリスナー参加企画も盛りだくさんでお送りしております。聞けば心が軽くなるフラットは月曜から木曜朝8時30分から聞いてね。パンサーの菅良太郎です。21日の月曜コネクト3時からのゲストとコネクトに、ネットフリックスの恋愛リアリティショーボーイフレンドで話題のシュンとダイが出演します。ボーイフレンドを見てない人は楽しめないんじゃないかって不安じゃないですか？不安にならないと思う。させない自信が今僕にはある。加賀谷さん、また一緒に遊べそうですね。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。ラジオネーム、ちゃんじゃわなおき。矢作さんの生年月日で動物占いをしてみました。矢作さんは狼で。だよね。性格は個性あふれるメモマ。マイペースな割に集団を仕切るのがうまい。だそうです。ちなみに小木さんはコアラ、夢見がちながら実は計算している慎重派、周囲への気配りは満点。だそうです。合ってますか？そういえば小木さんって顔がコアラっぽいですよね。コアラっぽいよ。合ってる。合ってないよ。いや、これが本当のあれだから、俺の姿だから、これは。本当の、最後何だっけ、小木の。前への気配り？周囲への気配りは、満点。全くしないよ、周囲の気配りなんて。いや、これはだから本当の、本当の俺だから。今の俺は仮の俺だから。おかしいんだよ、本当の俺だって言い出した。本当はこれなんだよ。それはやってないのよ。やってない人は本当のっていうのはおかしい。違う違う、これが本当の俺なの。やってないだけなの。なんでやらない。でも、そう、合ってんだよ、これは。だから。深層心理みたいなこと。本当はこういう人間なのに、あえてやってないだけだって、そういうことやって。うがきちゃんと一緒ね。一緒一緒。こういうことよ。さあ、はい、ラジオネーム、チェリマツ。皆さん、こんばんは。ムカさんですが、やはりお子さんの話に弱いので、一生懸命頑張っているお子さんのエピソードをぶつけたら泣くと思います。最悪、でっちゃげた話でも泣くと思います。ムカさんってそうなんだろう。お子さんの話に弱いの？へぇ、ムカさん？へぇ。そうか、ラジオネームカーブの秘訣、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。ムカさんですが、ザキヤマさんに褒められて泣いていたので、おぎやはぎのお二人が褒めたらすぐ泣くと思います。ムカさんを褒めて号泣させましょう。なるほどね。ムカさん、頑張ってるねって。そう。じゃあ、泣く、今日のメールテーマね、涙系でいきます？ああ、はい。泣きたくなるとき？泣きたくなるときとかでいいんじゃない？泣きたくなるとき！でも、泣きたくなくなっちゃう、そんな言い方されたら。ああ、泣きたくなるときね。じゃあそれにしましょうね。というわけで今夜のメールテーマね、泣きたくなるとき送ってください。メールアドレス、メガネアットマーク TBS.CO.JP です。それではゆっくり言葉いきます。何だその声。おぎゆっくり言葉。早口言葉をゆっくり言うという脳トレとして、オリジナルの早口言葉におぎさんが挑戦。我々おぎやぎ、そしてリスナーみんなの脳の活性化を図ります。まずはラジオネーム、サムーリアイのゆっくり言葉。今、支度した私、伊沢拓司は、いざタクシーに乗りました。
今支度した私伊沢拓司はいざタクシーに乗りました、うん、よく言うね、結構難しい、難しい、これうまいね、うん、田中タクシーも入れてほしいよ、どっかにね。あ、なるほど、ね、伊沢タクシー、田中タクシー、伊沢拓司、田中拓司、伊沢拓司、田中拓司。うん、でもまあそこは田中入れちゃうとあれか、そんなに難しくなっちゃうのかな。ね、今支度した私、伊沢拓司はいざタクシーに乗りました。あ、伊沢拓司は、田中拓司の。うん、伊沢拓司。まあそんなに難しくない、うん。難しくないんだよな、これ。うん。スタジオネーム、ロボピッチャーのゆっくり言葉。桜井翔の所作を称賛し、終始桜井師匠の所作を模写する新支社長、新支社長ね。俺作業って得意だったんだけど、どっちだったっけ。作業はどっちが作業苦手なんだっけ。矢作が苦手なんだっけ。俺苦手だ、俺得意、俺得意なんだよね。じゃあ大丈夫だな、うんうん、なんか苦手意識があって今ちょっと喋りづらかった。俺悪かったんだけど、得意よ、得意ね、 OK、うん、桜井師匠の所作を称賛し、終始桜井師匠の所作を模写する新支社長。桜井師匠の所作を称賛し、終始桜井師匠の所作を模写する新支社長。やっぱ得意だってちゃんと分かったらいけんだね。いけるんだよ。苦手だと思っちゃったんだね、そう最初。そう、あれ作業ってどっちだったっけ。そうそう、それでちょっと悩んでて全然なかった。大丈夫よ、うん、ラジオネームバナザードアップショーのゆっくり言葉。暴れまくるアルパカを洗うアルバイトをする暴れる君。暴れまくるアルパカに危うくあばら骨をバラバラにされたそうになり、アルバイト即終了。惜しいね。ちょっとここね、間違いなくていいとこだけどね、今の、うんうんうん。暴れまくるアルパカを洗うアルバイトをする暴れる君。暴れまくるアルパカに危うくあばら骨をバラバラにされそうになり、アルバイト即終了。暴れまくるアルパカを洗うアルバイトをする暴れる君。暴れまくるアルパカを危うくあばら骨をバラバラにされそうになり、アルバイト即終了。アルパカをって言っちゃったけどね。あとあばら骨、あばら骨っていうね、あや、そこね、どっかに引っかかってるのこれ。あばら骨、あばら骨だよね、あばら骨、あばら骨、あばら骨だよね、あばら骨よ、うん、何かに引っかかってるのこれ。だから骨、危うく、だからね、暴れまくるアルパカを洗うアルバイトをする暴れる君。暴れまくるアルパカに危うくあばら骨をバラバラにされそうになる、アルバイト即終了、うん、合ってる、合ってる、いいよね、あばら骨合ってた。あばら骨って最初言っちゃったから、言っちゃったよね、あぶらゼミの言い方だから、うん、うん、暴れまくるアルパカに、なんだろう、あぶらゼミ出てこないのにね、あぶらゼミ出てこないのに、ね、でもあぶらゼミの言い方になっちゃったよね、出ないのにセミが、うん、ね、まあまあまあ、まあ、うまいよ、うまいよね、うまいよ。ラジオネームオーシャンのゆっくり言葉。雛形明子、たかだか歯型がガタガタだからとガタガタ言うなと山形に言う。山形で、山形で言う。雛形明子、たかだか歯型がガタガタだからとガタガタ言うなと山形で言う。雛形明子、たかだか歯型がガタガタだからとガタガタ言うなと山形で言う。なんか今日いいね、調子いいいいのか、ね、難しくなるか分かんないんだよな。声が出し方がね、すごくね、歯切れのいいね、はっ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 ていう言い方で話せてるよね、うん、だらだら話さないで、ね、ラジオネームチェリマツのゆっくり言葉。藤田ニコル、二個上のいとこにニンニク食われ、ニコル肉くて肉煮込み爆食いし苦になり寝込む。藤田ニコル、二個上のいとこにニンニク食われ、ニコル肉くて肉煮込み爆食いし苦になり寝込む。もうもうもう、まあまあいいよ、うまい、難しいけど、いいかな、できてるかな、爆食いし、できてるできてる。ラジオネームチクチクのちくわぶのゆっくり言葉。ハリセンボンはるか、はるなにいろはか、いろはかるたの、うん、なんだこれ、はるなにいろはかるたのはかなさ、あ、いろはかるたのはかなさ語るもだ、うん、いろははに、いろは、はるなにいろはかるたの、はるなにいろはかるたのはかなさ語るも、ここね、うん、
いろはカルタの儚さ語る。いろはカルタの儚さ語る。ね、これさ、ね、こう止め、ずるいんだよ、ひらがなで、ザーって書かれるとさ、ね、ハリセンボン遥か、花は、花は、はい。ハルセンボン遥か、春菜にいろはカルタの儚さ語るも、春菜は、かな、からずも、は、か、あ春菜、はからずもだ。春菜、はからずも、はからずも、はからずも、はか、はかなさは、わかってない様子。はかなさ、わかってない。これずるいくないこの文章。春菜、はか、点を入れてよ、点を。春菜、はからずも。いいのね、全部、なんか。うん、いや、ハリセンボン、はるか、春菜に、いろは、かるたの、はかなさ語るも、春な、はからずも、はかなさ、わかってない様子。うんうん、ハリセンボン、はるか、春なに、いろは、かるたの、はかなさ語るも、春な、はからずも、はかなさ、わかってない様子。これ難しい。これすげえ、ね、このまま、俺、前に持ってきたい。ちょっと早口いける？いけるはいけるけど。うん、ハルセンボン、ハルカ。ハルセンボンって言っちゃってからさ。いや、もう。ねえ。ハルカ、ハルカ言いたいから、もう、ハルセンボン。関係ない。やっぱね、ハルカ。ねえ。ハリセンボン、ハルカ、ハルナにイロハカナの、ハナカナザカルモ、ハルナ語らず、すごい難しい、これ。これやってみて。ハリセンボン、ハルカ。春菜にいろはかるたの儚さ語るも、うん、春菜計らずも儚さ分かってない様子、うん、ハリセンボン春か春菜にいろはかるたの儚さ語るも、うん、春菜計らずも儚さ分かってない様子、早口早口、ハリセンボン春か春菜にいろはかるたの儚さ語るも、春か計らずも儚さ分かった様子ハリセンボン春か春菜にいろはかるたの儚さ語るも、春か儚さも儚さ分かってない様子いや、これ難しい。できてない？できてないよ。全然できてない？できてない、全然。あ、そう。全然できてない。じゃあこれ前抜きだな。前抜きよ。これは難しい。これ難しいと思うよ、こんな平仮名でずらーっと揃えられたの。ね、うん。はい、うん、ラジオネーム、白鳥のゆっくり言葉。インディアンズ、キム。インディアンズ、キム。筋トレでムキムキに。まずはムキムキのキム。右向きに、右向きに不向きな、麦向き作業、不向きな、麦、麦向き作業中、向き向きな角脇、麦登場、向き向き、向き、向き向き麦とキム一緒に右向きハイポーズ。おぉ。だこれ、インディアンズキム、キムじゃない、インディアンズキム、筋トレでムキムキに、まずはムキムキのキム右向きに、右向きに不向きな麦向き作業中、ムキムキな門脇麦登場、ムキムキ麦とキム一緒に右向きハイポーズ。でもいけてるよね、ちょっとね。いけてる。うん。インディアンズ、キム、筋トレでムキムキに、まずはムキムキのキム、右向きに、右向きに不向きなムキムキ作業中、ムキムキな門脇麦登場、ムキムキ麦とキム一緒に右向きハイポーズ。言える。言えちゃうね。超えちゃう。うん、すごい。ラジオネーム、チェリマツのゆっくり言葉。武田鉄矢に栗ご飯をご馳走するときは、いがぐりのまま炊いて出してやりゃいい。武田鉄矢に栗ご飯をご、ご馳走するときは、いがぐりのまま炊いて出してやりゃいい。うん、うん。食べるのかな？痛いよね。ラジオネーム、人間側ヒューマのゆっくりこと。食堂の向かいの席が武田鉄矢だったら、一口食べるごとに口の中を見せてやりゃいい。食堂の向かいの席が、武田鉄矢だったら、一口食べるごとに口の中を見せてやりゃいい。なんでよ。最悪だな、ほんとに。本当に。はい、こんな感じで脳を活性化するオリジナルの早口言葉を送ってください。宛先はメガネアットマーク tbs.co.jp。おぎゆっくり言葉の係までどんどん送ってください。うん、木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。
TBS ラジオジャンク。この時間は小学館、伊藤園ホテルズ、日本郵船グループ、競輪公式投票 CTC、 他各社の提供でお送りします。いい弁護士は性格が悪い。闇金牛島くんの真鍋翔平最新作九条の大罪。厄介な案件ばかりを引き受ける弁護士九条、彼がえぐり出す現代社会の闇とは。法とモラルの極限ドラマ九条の大罪、コミックス発売中。小学館。年末恒例 TBS ラジオ公演加藤登紀子ほろ酔いコンサート2024、12月12日横浜館内ホール、20日埼玉大宮ソニックシティ大ホール、26、27日はヒューリックホール東京にて開催。心温まる歌をお楽しみください。チケットは各コンビニで販売。お問い合わせは 03-3352-3875、 トキコプランニングまで。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。まあね、びっくりしましたよね。はい、武田鉄矢さんでちょっと思い出すというのも変ですけども、はいはい、西田敏行さんね。西田敏行さんは、うわーってね、突然、しかも、あ、そういえば、なんか体悪かったのかなーなんて思って。っていうのがね、ちょっとね、数日前になんかそういうニュースを見たときに、自宅で、こんななってると思わなかった。なってたなって、本当に、はやらーって思ったよね。いい俳優さんでも、まあ、俺たちはもう釣りバカ西とね、はい。俺、池永源太から始まった、ね。池永源太でしょ、大好きだから。全員好きなんじゃないの、我々世代。大好き。ショック。本人は、どうもわかんないけど、まあ、喜劇王だよな、俺確かに。そうね。俺、だって笑っちゃうんだから。笑っちゃう。一緒にやったでしょ、で、あゆは一緒にやったことあるんでしょ、芝居の。俺そう、工藤さん、この TBS のね、昔も十何年も前だけど、うぬぼれでかっていうさ、永瀬くんが主演のさ、やつでさ、一回だけね、絡みがあったんだよ。おあの西田さんすごいね。もう、あれが本当、あれだね。もう、自慢だね、俺のね。いや、そうよ。あの西田さんと一度でもこの、お芝居をちゃんとしたんだ、一緒に。すごい。ちゃんと、こう、会話というか。会話、やりとりがあるんだけど。そう、もう、嬉しかったというか、すごいなんかね、夢のようなね。あ、俺西田敏行と、一緒になんか演技してると思ったね。俺は演技に俺そんなに興味がある人間じゃないんだけど。わかる。やっぱ西田さんだからさ。あの方と一緒にやれるなんてすごいことだからね。そうだよ。本当に。一回俺はね、西田敏行さんはね、昔これも TBS の感謝祭。感謝祭ね。の時にな。あった。急に西田さん、うーって来て。おぎやはぎ、本物だよって言われた。ちょっと似てる。似てる。ね。ねえ。知ってたってね。そう、知ってたの超嬉しかったよな。嬉しかった。本物のおぎやはぎだよ。ね、嬉しいと思って。そう。それが最初だったんだけど、その後のぬもれでかの時に、もうね、芸人ってさ、やっぱり、ね、お芝居をさ、まあ、ドラマの話をね、すると、ドラマってね、カメリ派とかね、ドライとかね、なんか、あってね、本番の前にね、2回ぐらいね、リハーサルみたいなのがあるの。あるよね。動きとかもあったりやってね。そうそうあるから。2回、3回あるよ。3、4回もあるときある。その時から、結構ね、みんなちゃんとやんの。俳優さんって。やる。もう本気でやってくる。本気でやる。で、芸人って、なんかね、昔からね、コントの、いわゆるカメリ派とかあるわけよ。コントもさ、動きを一応、カメラさんが、しとかないと、うまく撮れないから、はい、一応こう流してほしいからやるんだよ。そう。でもその時、本気でやっちゃうと本番受けなくなるから、そう。本当にボソボソってやったり、軽くやるのよね。まあ、こんな感じで、ここで、こうで、みたいなね。そう。だからその癖があるからね、多分役者さん、とはちょっと違くて、俳優の仕事をやる芸人さんってね、ドラマの現場行くとね、結構ね、あ、やばい、みんなすげえちゃんとやってるから、あんまりボソボソってやっちゃいけないんだとか、だからその辺、最初つまずくじゃない。
で、俺もさ、みんなちゃんとやってるからちゃんとやんなきゃと思って。うん、あと、台本なんて誰も持ち込んでないのよ、もう。もうその時点ではね、現場のその当日にはね、入ってるから。もう入れなきゃいけないから。で、俺なんかはもうさ、その知らないからさ、やべ、全然覚えてないなんて、ギリギリまで台本見たいと思って、持っていくと、うん、あんまり持ってない。やっぱ、ちゃんとした俳優さんプロだなぁ、なんて思いながら、うんうん、恥ずかしいなぁ、なんて思って、はい、俺もちゃんと覚えていこうとか、思ったりしたんですよ。うんうん、そうね。やっぱ西田敏行さん。うん、一人だけ台本持ってくるんだよね。台本持ってくる。そう。なんか、その場で覚えてんだよ。その場でね、動きとかそうね。そう。入ってないの、別に、うん。で、こんな感じで、まあ、リハも。リハも、まあまあ適当にやるんだよ。うん、呼びながらとか、あの感じで、お前だから言ったでしょうが、みたいな。うん、軽くやってる、ね。台本見ながら。もこんな感じで。で、こっちも、西田さんだし、ちゃんとやらなきゃと思って、うん、やるじゃない。うんうん、したら本番全然違うこと言うんだよ。もうノリで。すごいよな、そこがね。もうね、ノリなのよ。ただのノリで、まあ、いわゆるアドリブと、うん、全然違うんだけど、ただ、何一つ、この、セリフは違うかもしれないけど、その、うん、ものを、お芝居の内容としては全然 OK な、うん、もう全然ずれ、ね、ずれてはないんですよ。ずれてはいないけど、アドリブというか。じゃあ、だといいんだもんね。空気もな、長いし。うんうん、多分、そのリハで、例えば、じゃあ15秒ぐらいで終わるやつを45秒ぐらいやるしね。うん、ああ、なるほど。でも、ずーっと面白いんだぞ。それが西田さんだよな。もう、なんかね、自分の演技のことなんか忘れてね、見ちゃう感じ。うわぁ、すげえって。すごい。ああ、引きつけんだ、ね、もうその場のみんなも、ね。引きつけんだ、あの人。すげえんだ、本当に。もう、本当に、素晴らしい役者さんだったので、本当に、尊敬してましたよ。うん。ラジオネーム、しらすの底力。おじさん、八木さん、小松さん、こんばんは、うん。僕はスポーツ選手が引退するときに、かつての仲間が集まったり、ライバルがコメントをする映像を見ると泣きたくなります。先日、自分。それ自分のこと自分って昔言ってたから。言ってないよ、自分。自分が甲子園の頃から見ていた広島カープの野村雄介投手が引退したんですが、その引退試合の後に同じ広陵高校の選手が集まったり、野村投手の高校大学時代の恩師がサプライズで登場したのを見て、一人家で泣きそうになりました。俺もスポーツ弱いんだよな。スポーツは弱いよ。ねえ。引退。スポーツはね、いろいろ感動させていただいてるしね、いろんな名場面とかも引退もね、引退もね、うん、うん、悲しいけど。引退って悲しいんだろうね。うん、みんな急に喋ってる途中で泣き出すもんね、引退会見とか、うん、言葉ね。言葉ね、あのね、耐えてるとこ分かるもんね。どっちのが弱い？その引退はまあいわゆる悲しい方じゃん。うん。じゃなくて、その、勝って喜んでる時と、どっちが泣く、うんうんうん、俺、勝って喜んでる時の方が、結構来ちゃう時ある。今回の、まあ、あれだね、ラブレターズの、ね。そうだね。そういうのとか、やっぱ。なんか、よく頑張ったっていうさ。うん、そっちもある。ね。なんか、その努力がさ、うん、なんか、そう、報われた感じの。うん、そっちはあるな。引退も悲しいけど。引退も、ほんと悲しいのよ。今までね、ほんと頑張りましたの方、うん、方じゃない、うん、な、どっちもいいけど。うん、そうね。いいよな。スポーツはちょっと俺もダメだな、うん、ラジオネーム初版は餅つき。皆さんこんばんは。僕は中学校卒業して離れ離れになった幼馴染が新しい環境でできた友達と楽しい時間を過ごしているのを見ると、嫉妬と寂しさが混ざって少しだけ泣きそうになってしまいます、うん、もう彼らの記憶に自分はいないのかなとか、もう前みたいに遊べることもないのかなとか、うん、ネガティブなことを考えてしまい、どんどん落ち込んでしまうことがたまにあります。へぇー。ああ。嫉妬か、そういうことね。なんか気持ちはわかるね。あんな仲良かったのに、うん、新しい友達できて、そっちになんか取られていったような。うん、なるほど。うん。感覚？ああ。ちょっとね、切ない。もう切ないのあんのかもしれないな。でもわかるよ。うん、わかるわかる。うん、まあね、そうね、今ちょうど子供がいているじゃない俺、うん、でやっぱ
上の長男のね、作太郎の方なんかさ、はいはい、友達とかができてき始めてるじゃない、はいはい、うん、そうするとさ、その今いる幼稚園からいなくなっちゃったりする子がいるわけよ、うん、そうすると朝さ幼稚園送っていく時にさ、その子の名前言ってさ、うん、あーなんとかに会いたいなーとか言うんだよ、うん、そういうのジーンとするんだよね、うん、そうなんだよ、そう、うん、でもすぐ忘れちゃうから子供は、もうそうなんだよな、すぐもう覚えてないんだから、うん、そうなんでしょ、そう、沖縄にわざわざ会いに行ったことあるんだよ、幼稚園の時の友達の、うん、ご両親とも仲良かったんですよ、うん、ああああ、で子供も仲良かったから、うん、まあ、周りもまあ行きたちって沖縄に行ったりとかして、うんうん、幼稚園ぐらいの時よ、うん、でも結局小学校何年かなった時に、うん、もう覚えてないもんね、そのことを、え、もう覚えてない、幼稚園のことを覚えてない、その沖縄行ったことも、え、その男の子のことも、男の子なんだけどね、その小学生で、うん、もうそれじゃあ小学生の時の幼稚園の記憶なんかまだ10年も前じゃないじゃん、全然4、5年ぐらいの話じゃん、ああ、忘れちゃうの、忘れちゃう、もう、え、俺との本当の子供、もう幼稚園小学校低学年ぐらいまでのやつはもう全然覚えてないよ、まだ高1なので、うん、俺との楽しい思い出も全部、ほぼ覚えてない、へえなんかショックショックだよ、友達のことなんて全然覚えてないよ、やっぱそっか、前へ進む力がすごすぎるのか、そう、子供は、うん、俺たちゆっくりじゃ前進むのが、うん、もう全速力で前に進んでるから、もう振り返っても見えないのか、見えないんだよ、もう散々の塾のね先生とか幼稚園の時とかの、うん、保育園とかの先生とかもそうだけど、うん、たまにさ街で会って、あらー、まるちゃんみたいな感じで、向こうは覚えててくれてんだけど、まるは全く覚えてないからね、うん、それを見てると悲しくなるの、ああもう全然覚えてないんだ、うん、みたいな、いいのいいの、そういいんだけどね、まあ、そういうもんだから、まあ、いいんだよな、うん、忘れちゃってな、そう、覚えてないですもんね、お二人はね、俺はね、あのスピードをね、俺も前しか向いてないから、うん、やっぱ未だに全速かっこいいまあ先週のことも覚えてないけどね、だからやっぱ振り返れないから、うん、一切ね、だからやっぱ俺も子供と同じですぐ忘れちゃう、そうか、うん、だから本当の幼稚園は年に1回か2回の名場面だけ覚えてるぐらいで、小学校とかも、うん、名場面だけ、名場面って何ですか自分の名場面だから前日々のそのなんかよくある日常の学校生活のことなんてあんまり覚えてないんだけど、うん、名場面だけはすごい覚えてる名場面が気になるんですよいやなんかそういうあるじゃん名場面って自分とってのすごいシーンぐらいだよね、小2小3ぐらいまでは、うん、4年生ぐらいから結構ちょっとずつ覚えなんかまあまあ、あ、そう、うん、純名場面ぐらいだったら覚えてる、純名場面、自分が主役じゃないやつを覚えてるへえ、そういうのもあるな、小幼稚園の時のことなんかね、うん、じゃあ何個まだ覚えてるの、あの名場面だから、あるある、10個ぐらいあるの、ある10個ぐらいあるよ、友達とかもう友達とかも全然覚えてる、へえ、うん、名場面ね名場面よ、でもそのあれはなんでだろう、なんでだろうってどういうことよ、一人だけね、女の子で未だに覚えて、うん、保育園の子ね、保育園ね、はい、ね、途中でやっぱ辞めたんだけど、うん、その子の辞めた理由が、うん、あ、小学校入るときに転校しちゃったの、転校っていうか辞めたっていうか、その同じ近くの小学校行くはずだったのに、その子はちょっと地方に行っちゃうことになった、なったのよって言って、うん、そうなのって。なんでって聞いたら、引き立てんこになるって。うわぁ、それ忘れないなぁ。っていうのをもう忘れるんだよ。何引き立てんこってって言って、まずそこね、お母さんに聞いて、引き立てんこ調べて、あ、あの子引き立てんこなんだって。なったんじゃないじゃん。今の引き立てんこ？それでしょ？TBS ラジオ制作部部長、元鬼ヶ島、あの浅沼です。誰なんだよ。私がかつて所属していたお笑いトリオ鬼ヶ島がこの度結成20周年を迎えました。ありがとうございます。そして11月16日土曜日、17日日曜日、なんと10年ぶりの単独ライブを開催します。ありがとうございます。10年ぶり、頑張ります。あの野田持ってます。どの野田だよ。 TBS ラジオ公演
鬼ヶ島結成20周年記念単独ライブ47歳の転校生。場所は西新宿なるげきです。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのイベントページをチェック。稲垣吾郎が全身全霊で挑むベートーベンの半生。 TBS ラジオ公演舞台ナンバーナイン不滅の旋律。12月21日から31日まで東京国際フォーラムホールシーンにて上演。詳しくは TBS チケットにて。TBS ラジオ夜の推薦曲、マジコでダークヒーロー。初めから僕は卑屈だったわけじゃないんだ、本当だよ。なんとなくだったんだけど、明日を期待していた僕だった。まるでヒーローばりの夢見て、可愛いよね僕も我ながらそう思うよ。変わっていないと思いたいよ、根本はずっと少年だ。ただ確かに違うのは憎まれ役がひっそりと泣いてるとこ想像できてしまう。これがいいのか悪いのかわからないし、知りたくもない。好きなものをただ好きというのはこんなに難しっけ。嫌いなものばかり増えていかないで。TBS ラジオ公演 C&A ソリューションプレゼンツスーパードリームレイクコンサート。茨城県水戸駅近く千葉湖畔公園の花水木広場野外ステージで1日限りのジャズの祭典を開催。出演は古内東子、アンサリー、佐藤筑前、薄井ミトンほか。豊かな自然の中でジャズとシティポップの融合をぜひお楽しみください。 C&A ソリューションプレゼンツスーパードリームレイクコンサートは11月4日開催。チケットはチケットピアで好評販売中。詳しくは TBS ラジオのイベント情報まで。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。ラジオネームカズピー。皆さん今夜も赤坂までお疲れ様です。僕が泣きたくなるときは夕方のニュース番組で新人バスガイドさんのデビュー密着 VTR です、乗務の最後に私事ではありますがこの乗務が初乗務ですとアナウンスした瞬間、見てるこっちがつい泣きそうになります。うん、初乗務とか、そうね。そうなんだ。わかるわかる。これそうなんだ。俺、あんまないわ。夕方ニュースやってんだ、こういうの。親目線じゃん。親目線だよね。その初めてなんかそれを作ってさ、夢を掴んだというか、あと不安を背負ってやるわけじゃん、最初に。あの姿って自分にもこう、なんか、そういう時があってさ。一番最初のね、重なるんだね。重なってね、なんか、あ、すごい緊張するんだろうなとかさ、なんか。初舞台って何俺たちの。初舞台はナベプロのじゃん。さ、あれ忘れられないでしょ。初舞台、ナベプロの。成績桜が違うよ。え、あの、四ツ谷三丁目じゃない、二丁目。え、あそこの、漁園だよ。漁園の地下だよ。漁園？あ、地下？地下、あれなんだ、あそこ。あのな。うん。ビップランじゃなくて。ビップラン、そんな名前だっけ？地下の。ああ、そう？あれが最初か？最初よ。あれ一番最初？後ろで並んでてさ、あの、そういう、若手のね、その、とこのやつで。あれが最初か。もう出たくないってなって、もう直前で。うん。もうやだやだやだって言いながら出ていったんだよ、俺ら、舞台に。前がすげえ受けてたりとかしてて。ああ。でも人気投票みたいになったら3位だったんだ、その時。初めて出た時に。ああ。若手の中のね。ああ。もう、覚えてないの。
はぁ言ってけどさ、全然覚えてないじゃん。いや、なんか。すっごいドキドキして、もう嫌だっつったんだもん。嫌だった。嫌だった。もう出たくない。なんでこんなとこ出なきゃいけないんだってぐらい。自分が、自分がやりたいって言ってたな。そんじゃまか司会でね。本邪魔が司会で。で、あの日、めぐまさん。めぐまさん。めぐまさんは、めぐみさんに褒められたの、それ。その次、もう一回。もう一回出た時。もう一回出た時か。そう、二回目ぐらい。そう、それね、それはすごい覚えてるの。あんま受けなかったんだよな。そうね。受けなくて、それで、な。そう。いたんだよな。そう。そう、ね、いたんだよ。いわゆるさ、芸人が10組とか20組とかいるんだよ、はい、若手が。そう、あのね。溜まってんだよ、なんかロビーに。ロビーにね、俺らね、楽屋ないから、その若手がみんなロビーで集まって、ね。そう、終わった後な。うん、そう。で、そのライブ終わった後、そこでいたんだよな。そう。したらそれ司会のめぐみさんが、バーッと、俺たちめがけて歩いてきてな。そう。うん。君たち、面白かったよ。うん。あのままでやってもらう。このままでいいから、頑張ってって言って、俺たちにね、めぐみさんをね、言ってくれたんだよね。そう、あの時すごい嬉しかったし、うん、今、逆の立場で考えた時に、うん、あんな大勢いる若手の中に、自分が入って、うん、その自分が気に入ったと思った一組に言えないもんね。うん、言えない。あの大人数に30人いる中にさ。他の人に、な、他の人の気持ち考えたことあんのそっちじゃなくて、そっちじゃなくて。何言ってんだよな。そっちじゃなくて、俺が言いたいのは。そうじゃなくて、わざわざそこに来てくれるってことがすごいなと思う。でも他の若手からしたらなんだよと思うじゃん。まあ思うよ、それは。よく考えたら。俺それを考えたらできないよ。それも確かにね。なんてことすんだよ。いや、なんかちっちゃい声だったじゃん。なんか、こそこそ喋ってくれてる感じだったよ。いや、こそこそやってくれた。でもね、一番最初に褒めてくれたのはめぐみさんなら覚えてる。そうなんだよ。ね。そう。今いるのはめぐみさんのおかげ。だけど、めぐみさんが俺、すごい俺だってさ、そうやってめぐみさんに助けられたっていうか、その言葉をね、やっぱこう、勇気もさ、もらってさ。あれ、やめないよな。やめなくなった。あれ、滑ってもやめない一個の理由なんだよね。うん、すごい俺は、だから、めぐみさんに。プロが褒めてくれたって。すごい、感謝してるし、好きなのよ。そうだよ。なのに、みんな、すごい嫌いなの、なめぐみさん。なんで、わしなことないよ。俺たちは、だから、あんま乗らないようにしてるよな。そう。実は。これでもちょっとある、なんかね、そういう、あの、打ち上げがあったんだけど、そう。みんなめぐみさんでも違う。そんなことない。でも俺たちはマジで。俺乗んなかったよ。恩があるんだよ。俺ら終わるから。俺ら嬉しかったから。すごいいい話でした。すごいいい話で、だからみんなが悪口しても俺ら絶対乗んなかったよな。俺たちは本当に一緒になって言わないようにしてるよな。そう。びっくりするぐらいみんな。いや違うって言わない。いやだからいつも言ってんだよ、俺たちは褒められたって。そう。そうそうそう。褒められた。そうなんだけど。あんなこ、あのおかげなんだから。そう。芸人なんてね、大体ね、まあ、すごい優秀なやつは滑んないから、いいけど、うん、そう。滑ってやめない理由はね、やっぱね、プロに褒められたからなの。そうなんだよ。ね、滑ったかもしんないけど、うん、プロを褒めてくれたんだっていうのは自信になるのよ。すごいよ。一回でも。まあ、あの時、エアホッケーしかやってなかったけどね、あの時。そんなことない。俺だからさ、エアホッケーもすごかったからね。すごかった。あそこ出てる。ただ、本邪魔なの昔を知らない人がね、からすると、すっごいいいコントやってたんだよ。コントと言ったら本邪魔だと思う。そうだよ。本当に。コントで言ったら、まあ今のさ、今日、キングオブコントの話したけど、間違いなく決勝に残ってる人だよ。残る人だよ。もうあの当時のもうコント界ではもうナンバーワン、ナンバーツーとか、そっちのもうっちゃなんちゃもそうだけどね。これね、みんな知らないと思うんだけど、後で意外なのがね、ノッチさんのデンジャラスね。デンジャラスもそう。デンジャラスも絶対決勝に残ってるよ。いや、残ってるよ。すごいんだから。そう。超面白かったよね。あの人たちは。デンジャラス。そう。そういうのもだからね。ノッチさんがコントすごい面白いのもみんな知らないよな。あったんだよな。面白いんだよ。あの頃あったら面白かったですね。面白かったね。どうなってたんだろうね。レベル高いですよ、きっと。サマーズでしょ?ホンジャマか、デンジャラス出て。あとね。コントって、あと誰だっけな。あの時ね、芸人少ないんだよな。少ないんだよ。で、コント、みんなコント、ネプチューンとかでしょ?ネプチューンよりちょっとね、前なんだよ。もっと上なのよ、だからそこは。だからネプチューンよりもっと上は、だからあの人たちいたんだよ。岸谷五郎さんと、門脇、
寺脇さんともう一人の3人で接待って言って、それも面白かったんだよ、うん、あの3人組のね、あ、ね、あと B21 ね、 B21 のコントか、コントでしょ、うん、その辺が決勝残ってるでしょ、残ってるね、バラライカとかも覚えてるな、あと布施さん、いたいた、布施さんのところ、うん、ビシバ、ビシバシステムも絶対残ってたな、残ってたかな、ビシバは面白かったわ、確かあの時代やってたら面白かったろうな、ね、誰だろう優勝、まあ一回は本ジャムからしてるでしょ、うん、あ、絶対してるよ、してていいね、してて、してて、あってない、いいのな、いや、いいやつあったよな、うん、いいやつ面白いやつな、レンタルお父さんとか、レンタルお父さん、レンタルお父さんはもう名作です、あれ名作だ、うん、じゃあコーナー行きましょうか、たぶんたぶん、自分では体験したことがない多分あるあるだろうなと思う多分多分を紹介していくコーナーです。今回のテーマは一家に一つピコピコハンマーが当たり前になった世界、まずはラジオネームランニング大好き、家族会議を開くとピコピコハンマーを叩いて採血を取るラジオネーム、ね、ゴンボホリ、頭を叩かれたらとりあえず舌を出す。あ、出してほしいな、ね、ラジオネームドバイヘリコプター、年頃の娘がパパの後ろにあ、パパの後に使うのを嫌がる、わかるね、うん、ラジオネーム雨ざらしのアザラシ、お歳暮でちょっといいピコピコハンマーが送られてくるあ、あ、ラジオネームサムリアイ、お金持ちが持っている高級ピコピコハンマーは音が少し低い。ああ、高級なの低そう。そう。ラジオネームガンジス川。おばあちゃん家のピコピコハンマーには謎のカバーがかけてある。おばあちゃん何でもカバーかけるからね。ラジオネームグラシアス。泉ピン子の家はシャネルのピコピコハンマーを持ってる。ああ、そう。さすがラジオネームオーシャン。さすがコロッケさん。ピコピコハンマーもクロムハーツ。江戸部分がね。江戸部分が。ラジオネームやってみよう。TBS ラジオ目標、自宅のお風呂場でドッキリを仕掛けられて、リビングまで逃げ出してきたパンサー尾形がピコピコハンマーで股間を隠す。ラジオネーム白鳥。産経商事のおじさんが観光客にこれはいいピコハンだからと強みに勧めてくれた産経商事のネタすげえな、入ってきたよ、ラジオネームお主もギャルよの、パコパコハンマーというシリーズの AV が出るありそう、ラジオネームはるていいお肉、夫婦喧嘩が始まってもいい大人が何やってんだよと子供が叩くだけで喧嘩が収まる、あ、いいね、幸せ、ラジオネーム仲良くなりたい、平和、うわー、平和ね、平和だよピコピコハンマーは、確かに本当そうだね、こんな感じで体験したことがないことのあるある多分多分送ってきてください。次のテーマは車の中で寝ていたら突然助手席にアンジェリーナ・ジョリー風の金太郎が乗ってきて早くあの車を追ってと言われた人です。宛先はメガネアットマーク TBS.CO.JP 多分多分の係までです。木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキー、TBS ラジオ今週の推薦曲、あので、イーナズッキュン。